さあ、皆様からお寄せいただいた情報をもとに地域の問題や話題など朝です独自の取材で迫っていく今日は朝ですポストです。はい、朝ですをご覧の方から今回はこんな投稿をいただきました。福岡市に住む A さん、投稿していただいた内容というのが、私が近所を散歩ついでにゴミ拾いをしてた時に小さな川にたくさんゴミが落ちてて、以前は自転車とかも落ちてたんですね。でその自転車が今はもうなくなったんですけど、そういう川のゴミってその後どうなってるんだろう、誰がかが取ってくれてるんだろうかっていうのが気になったので、お散歩ついでにゴミを拾うという環境意識の高い A さん、川に落ちていた自転車がある日突然なくなっていた。これは持ち主が引き上げたか、はたまたさらに環境意識の高い人によって撤去されたか。その川へと案内してもらうと、そこにずっと風呂椅子があるんです。これもこれゴミなのかなと。確かにちょっとこれ置いてあるとゴミなのかなっていうのは。でここの川にゴミがあったんですか。そうですね、ここの川にありました。自転車が落ちていたこの川は住宅街の中を流れていて、 A さんもよく物が捨てられているのを見かけるのだとか。確かにアイスの袋やマスクなど様々なものが川の中に。さらに周辺を見て回ると、別の川には食べた後の容器らしいものやビニール傘も。風で飛ばされたのか、それともポイ捨てなのか。さらに予想もしないものが。待って待って、え、あれクリアケース、衣装ケースが川の中に。しかも中には衣類が入ったまんま。なんでこんなものが落ちてんの。落ちた理由がどうあれ、放置されたままでは川を汚すゴミです。このままずっと捨てられたままなのか、 A さんが投稿した自転車のようにある日突然消えたりするものなのか。我々で調べていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。確かに川には自転車だったり、時には電化製品など大きなものが放置されているのを見かけます。住吉リポーターが実際に拾ってみると、スプレー缶や特に目立ったのは使用済みと思われるマスク。ポイ捨てでしょうか。とっても悲しい現状です。めちゃくちゃ重い。1時間も歩いてないですよ。30分ちょっとでこれだけの量のゴミが集まりました。およそ30分一人で集めただけでも大きなビニール2袋分です。河川のゴミ問題、福岡市では何か対応をしているのでしょうか。基本的には河川のゴミというのは河川管理者がですね、管理しているものになりますので、市が管理しているものであればですね、区役所などがですね、必要に応じてですね、清掃を行ったりしています。河川管理者とは、大きな1級河川では国土交通大臣、2級河川以下は都道府県知事など自治体の管理となり、福岡市の場合は管轄の各区役所が大きなゴミを発見した際に清掃を行っているのです。したがって投稿にあった住宅街を流れるような川は区役所が清掃業者に委託、その際に自転車も撤去されたのかもしれませんね。ちなみに本市の中心部を流れる中川、三笠川、博多川のですね、3河川についてはですね、都市の景観と、環境保全の観点から環境局がですね、ゴミを回収しております。3つの河川で回収されたゴミの量は過去のデータによれば年間およそ60トン、重さで言えばなんと普通乗用車40台分の量です。大きな河川でのゴミの回収、一体どんな風に行われているのでしょうか。環境局の依頼で清掃を行う作業船に同行させていただきました。小型船に3人の作業員が乗り込んで直接網を使った、こうした手作業で回収していくのです。大体いつも何時まで作業されてるんですか。5時間くらい。5時間。8時半から出て大体半分くらい、1時半くらいまで。
上流から流れてくるゴミもあり、清掃作業は1ヶ月に21回も行うそうです。実際に網を持たせてもらうと、いや、拾い上げるのも難しい。重い網を持って走行する船から狙いをつけるのはなかなかの労力です。それでもなんとか枯れ葉を何枚か拾うことができました。この水流だけですごい圧かかってるので、これでゴミも一緒にってなるともっと重いってことですよね。いやー、すごい量。いやー、1回で取れる量がすごい。いやー、すごいすごいすごい。集めたゴミは集積所へ。網で回収できないような大型の廃棄物もあるそうです。これも川に落ちたんです。流れてました。これが流れてる。全部流れてました。これどこで拾ったんですか？上の上流の方、キャナルのところ、キャナルシティのところにこれ落ちてたんですか？反対側にです。これ一人で絶対捨てれないですもんね。それぞれのもう自覚の問題ですよね。捨てる捨てないっていうのはですね、だからもう目の前で捨てられた時はもう腹が立ちますよ。川に放置されたゴミは清掃業者さんの手によって撤去片付けられていました。本当に頭が下がります。日々の作業お疲れ様です。